今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、EXIT 兼近、ヤバいでございます。兼近さんというと、最近人気急上昇中のお笑いタレントよね。実は私、兼近さんは顔立ちも整っているし髪の色も目立つから、ジャニーズか何かだと勘違いしていたこともあるんだぜ。一体何があってヤバいんだ？今回は兼近さんのプロフィールなども合わせて紹介します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。兼近大樹さんは1991年5月11日に北海道の札幌市北区で生まれました。雪国出身だったのは知らなかったわ。ちょっと意外かも。兼近さんが中学生の時にご両親が離婚し、兼近さんは妹さんと共にお母様に引き取られることになります。高校生になる前に母親だけになっちゃったんだな。こうした経緯もあり、経済事情が苦しかったので、兼近さんは高校には進学せずに就職しようと思っていたのですが、お母様の勧めもあり高校には進学しました。学校に行きながらでもアルバイトくらいならできるものね。兼近さんは妹の学費を稼ぐため、アルバイトをしていましたが、全日制の高校に通っていては日中拘束されてしまうため、定時制の高校に編入しています。夜でもバイトはあるだろ？なんでわざわざ編入したんだ？日中に建設作業員のアルバイトをするためですね。新聞配達してから建設作業員をするの？その後学校に行くのもかなりハードじゃないかしら。早朝に新聞配達、日中は建設作業員をこなしてから学校に向かうのは、体力のある10代の兼近さんにとっても難しく、結局高校には3日ほどしか在籍していません。寝る時間も確保できなさそうなスケジュールだから仕方ないぜ。実際、当時の睡眠時間は1日あたり3時間を割っていたようです。年齢関係なく、夜はしっかり寝ないとダメよね。でも、教科書なんかはほぼ新品だったわけでしょ？ちょっともったいなく感じるわ。どうやら定時制の高校に入った時には最初から辞める気がしていたようで、教科書などを購入することはありませんでした。先見の明といえば聞こえはいいが、お母さんから勧められて進学しているんだから、やっぱり辞めたのはもったいなく思ってしまうな。本人は自分の学力についていと頭悪しと評しているので、辞めることにはさほど抵抗がなかったのかもしれませんね。なんで古典風なのかは気になるけど、自分の勉強もほったらかして家にお金を入れていたんでしょ？絵に描いたような高校息子だと思うし、すごく真面目なのね。当時は稼ぎの10万円少々のお金を、ほとんど家に入れていた高校息子であることは間違いありませんが、実は過去に不良グループに所属していたこともあるのですよ。新聞配達をして、建設の作業員をして、その後不良活動するのも大変そうだが。しかし、真面目なタイプだったという霊夢の考察は的外れというわけではありません。真面目な不良っていうのも変な話な気もするけど。不良グループにとって、未成年喫煙というのはさほど珍しいことではありませんよね。しかし、兼近さんは絶対にタバコに手を出すことはなく、先輩から強要された時には喧嘩に発展したほどなんだとか。喫煙しないタイプの不良もいるのね。喫煙しないタイプの不良。また、ポイ捨ても絶対に許すことができず、仲間がそれをすることで喧嘩に発展するということもあったようです。もちろんポイ捨てなんてしちゃいけないという兼近さんが正しいぜ。ただ、その程度のことも許せないというレベルの善人だったなら、そもそも不良グループに入ること自体が間違っている気がするな。そんな善の側面を持つ兼近さんですが、全く悪いことをしたことがないというわけではありません。むしろ、過去に逮捕されたこともあるほどです。すっごい親孝行をしてると思ったら、逮捕されちゃったことがあるの？2011年11月、成人して風俗店従業員として働いていた兼近さんは、当時19歳の女子高校生にネットで出会った男性といかがわしいことをさせ、仲介の手数料として1万5000円を受け取っていたのですよ。まごうことなく売春の斡旋だな。売春防止法違反容疑で逮捕され、簡易裁判で有罪判決を受けて、罰金刑5万円の処分を受けています。お金を稼ぐことに執着するようになっちゃったのかもしれないわね。さらにその翌年、札幌市在住の元ホストクラブ従業員の家から、現金およそ1000万円入りの金庫が盗まれた事件への関与を疑われて、再び逮捕されていますね。1000万を奪い取ったってのか？こちらの窃盗事件では、10日ほど勾留された後に不起訴処分となっていますので、前科はついていません。証拠がなかったということ？実際に盗みを行ったのは当時兼近さんが働いていたバーのオーナーだったんだとか。つまり、10
従業員の金近さんはあくまで関与を疑われただけだったということですね。窃盗に関してはとばっちりということだな。金近さんが二度逮捕されたことが明らかになったのは、2019年に週刊誌で明かされたからですが、売春斡旋に関しては認めている反面で、窃盗については情報が一人歩きしているだけで一切関与はないと否定しました。疑いがかかっただけで、無事に戻れたのね。そんな金近さんですが、2013年からは、吉本興業の養成学校である NSC 東京校に入学してお笑い芸人になっています。EXIT が結成されたのはその4年後の2017年ですね。今では人気芸人の一人になっているが、そんな過去があったなんて意外だぜ。過去に逮捕されたことが報道されてヤバいってことなのか？その程度の話であればわかりやすくてよかったのですが、事態はもう少しややこしくてわかりにくいと言えるでしょう。二人は2023年1月19日に世間を賑わせたニュースを知っていますか？東京都狛江市で起きた強盗人事件のことだと思うぜ。その通りです。狛江市にある90歳の女性が住む家に強盗が押し入り、女性を泣き物にした上で腕時計3点、指輪1点、合わせて60万円相当の金品を奪い取った事件がありました。なんて恐ろしい事件なの。たかだか60万円のために人の人生を終わらせて、自分の将来も閉ざしたと考えると、犯人が哀れでしょうがないぜ。女性を泣き物にした犯人は別の日に中野区で起きた強盗事件にも携わっています。この事件の恐ろしいところは、彼は実行犯のバイトをした一人に過ぎなかったというところでしょう。強盗のバイトがあるってこと？もちろん強盗募集中、といった募集があるわけではありません。SNS 上で日当100万円などと謳う求人を張り出し、これに応募してきた人物を、強盗の実行犯に仕立て上げ、成果に応じて報酬を与えるというものです。高齢者を狙った詐欺で金品を受け取る受け子の募集にちょっと似ているな。警察庁幹部の中には、そうした特殊詐欺よりも手っ取り早くお金を手に入れることができる、強盗にシフトしている可能性があるとしていますね。結局捕まっちゃったら高額バイトも何もなくないかしら？仮にしくじっても捕まるのは実行犯だが、使い捨ての駒にされているのを承知で、自分の手を汚すのもためらわないほど金銭的に追い込まれていたのかもな。どうしてすぐに指示している人がわからなかったの？指示役はルフィと名乗る人物だったのですが、SNS で実行犯を募集した後は一定期間が過ぎると自動で履歴が削除されるテレグラムや、通信が常に暗号化されるシグナルという通信アプリを使って、手口を指示していたようです。すぐにはトップを特定できないアプリを利用していたのか。特定の難易度の高い連絡手段を使った他には、犯行グループの役割を細かく分けることで上層部を絞りにくくしていたようですね。じゃあ犯人は今もわかっていないってこと？狛江市の強盗事件で犯行に使われたとみられ、押収されたレンタカーの中にあった携帯電話に、キム・ヨンジュンを名乗る人物から、被害者宅の住所が送信された記録が残っていました。その人も指示役の一人だったんだな。さらに1月31日、フィリピンの入管施設に収容されている日本人男性4名が、ルフィなどを名乗る指示役の人物の可能性があることが分かってきます。安全なフィリピンから強盗の実行犯を募っていたのね。マニラ首都圏の海沿いに立っている高級ホテルに長期滞在し、合流しながら犯行の指示を送っていたようですね。卑劣な犯行を人にやらせておいて、自分はその利益で悠々と暮らしていたわけだ。相次ぐ強盗事件の解決のため、日本がフィリピンに身柄の引き渡しを求めていますが、2023年2月3日現在、引き渡しはやや難航しているようです。何か素直に渡せない理由でもあるの？指示役の容疑者となった男性らは、現地で妻から暴力などを理由に告訴されているのですよ。法的にはその裁判が終了しないことには国外に彼らを退去させることができないのです。向こうでも問題を起こしていたのか。それはどうでしょう。フィリピン当局は強制送還を免れるために、でっち上げられた告訴ではないかと見ているようですね。日本に帰りたくないがために、嘘の告訴をしたのね。ところで、この事件と金近さんがどう関係しているのかしら？指示を出していた犯人が金近さんだったというわけではないんでしょ？指示役の可能性があると疑いが強まっている日本人男性の一人に、渡辺裕樹さんという人物がいます。この渡辺さんと金近さんには、過去に接点があったのです。ひょっとして古い友達だったりするの？先ほど紹介した1000万円の強盗事件で逮捕されたのは金近さんだけではありませんでした。金近さんを含む4名が逮捕されたのですが、その中に渡辺容疑者がいたのです。つまり、共犯を疑われるほど近しい関係だったということか。
兼近さん自身は過去に渡辺容疑者と接点があったことは認めていますが、現在は交流もなく世間を騒がせている強盗事件については、全く関与していないと述べました。関与していないんだったらいいんじゃない。何か問題があるのかしら？そうした意見も確かにありますが、後ろ暗い過去を持つ兼近さんが当たり前のようにテレビに登場することを、よしとしない人も多数存在するのですよ。以前のような純粋な気持ちで応援できなくなったという人がいるのも、仕方のないことだぜ。2月1日に都内で行われるトークイベントはキャンセルになりましたし、2日に放送された日本テレビのザ・トップファイルでは、EXIT の登場シーンはほとんどカットされています。テレビ業界って何より視聴者のイメージが大事だもの。今はちょっと出づらいってことなのね。また、2021年10月に発売された兼近さんの自伝的小説、むき出しも注目を集めることになりました。自伝的小説、というのはどういうものなんだ？兼近さん本人の人生経験に加え、様々な作品の影響も受けつつ執筆した小説ですね。作中では主人公が小学校低学年の時に悪口や暴力を振るい、転校にまで追い込んだという描写があります。それも兼近さんの実体験から来るものなの？兼近さんはいじめの描写はフィクションであり、兼近さんはいじめをしていたのではなく、見ないふりをしていた側の人間だったと語っていますね。小説を面白くするためにそういう設定にした、と言いたいわけだな。やっぱり特に問題ないんじゃないか？問題は兼近さんが自分の過去を聞かれた際に、よくむき出しを読んでほしいと言っていたことでしょう。後になってからいじめの部分はフィクションでしたと言われて、納得できない層がいるのは当然です。いじめなんてしていない、という部分を信じきれない人がたくさんいるってことね。ネット上のバッシングも徐々に強くなり、誹謗中傷に対して法的措置を取る可能性も示した兼近さんでしたが、なんと彼の YouTube ライブ配信に、兼近さんにいじめられていたという視聴者が現れました。ネット上のコメントなんて言いたい放題できるし、愉快犯の可能性も否定できないだろ。この視聴者に対する兼近さんの反応が、だとしたら俺は、その方に今すぐ連絡を取りたいし、そうやって言ってる方にもしたどり着けたら、僕に連絡欲しいです。もし、僕が未だに怖かったりするのであれば、弁護費用もお支払いしますし、なんとかしたいです。とコメントを返していますね。未だに兼近さんが怖い、というのは、実際にいじめでもしていないと出てこない言葉のように思えるわ。視聴者もこの言い分には違和感を感じており、いじめはしていませんって言ってるのに、被害者がいるっていうのはどういうことなんだ？あんまり矛盾した発言ばっかりしてると、過去のいじめはなかったことにっていう命令が、事務所から出されたと言われても仕方ないよ。と矛盾した発言を指摘する声も多数あります。いじめた事実がないなら、いじめられた人なんてのも存在するわけないもんな。このように現在の兼近さんは渡辺容疑者との関係についての報道、過去のいじめ疑惑、実際に過去に犯した犯罪にスポットが当たるなど非常に風当たりが強くなっていますね。どう転んだとしてもこれまで通りの芸能活動は難しいかもしれません。実際に悪いこともしてきたわけだし、批判も仕方がないかもしれないわね。これで本日の紹介を終わります。いかがでしたか？家庭のために身を粉にして働く高校息子だったのに、どうしてこんなことになってしまったのかが気になるわ。昔の知り合いが大きな事件の指示役だったからって、こんなに騒がれるのはちょっとかわいそうだぜ。しかし、これもある意味身から出た詐欺というやつなのかもな。ああ、明るいキャラクターで人気を博した兼近大樹さんですが、過去の人間関係が原因で大きな火が上がることになってしまいました。今後テレビ業界に残ることは可能なのでしょうか？願わくば、以前のようにテレビで活躍する兼近さんを見たいですね。本日も閉店させていただきます。ミルでした。